いらっしゃいませ、ラブラジへようこそ。はい、というわけで始まりました第13回ラブラジです。このラジオは毎月2回、第1土曜日、第3土曜日夜8時に投稿。ゲーム好きなラブラドールの私が同じくゲームを愛している仲間を呼びしたりしてラブなトークを展開していくラジオとなっております。というわけでね、始まりましたが、今回も一人でやっていこうと思います。いや、毎回さ、ラジオ収録するときね、本当にドキドキなんだよね。なんだろうな、このドキドキ。全然ね、配信とかあとね、ゲームの収録と全然違うんだよね。もう一人で全部話さなきゃっていうのもあるし、あとなんだろうね、相手がいない中ずっとマイクに向かって一人で喋ってるっていうのが、しかもゲームもしないでねっていうのが、なかなかね、緊張して言葉に詰まっちゃったりするんだけど、まあね、でもそういうのもね、どんどん慣れていかないとなっていうのを思いながら収録をしているわけですが、今回はね、一つお題を何か考えてきて、それについて話そうかなっていうのを前回言ったと思うんですけど、まあそういうのもプラスしていこうかなと思います。というわけで、最初はそっちのお題というよりは、いつも話してる最近あったことっていうのから話していこうかなと思うんですけど、まずね、最近あったのが、私ね、ハンバーガーが好きで、一番好きなんですよ、この世の食べ物で。で、月に1回とかかな。うん。あんまりね、体にことも考えてね、そこまでいっぱい食べるっていうのはやめようっていうのを決めてて、で、まあ月1回ぐらい自分のね、ご褒美として買っていくんですけど、うちの近くにあるのがね、ロッテリアなんですよね、一番近いのが。で、ロッテリアでいつも何かしら買ったりしているわけですけど、最近スパイシーマヨチキンバーガーっていうのが、なんだろうな、クーポン？なんとかセットっていうのがあって、それを買ったんですよね。試しに。チキンだし、スパイシーでマヨってめちゃくちゃ美味しそうじゃない？って思って聞かれて買ったんですが、かなりね、俺スパイシーが超強くてもうね、超激辛中の激辛、もう舌が痛くなるレベルの辛さで、まあね、もう月に1回の楽しみがねもう舌が痛くてそれどころじゃなくて、これのせいで本当にもうお腹は熱いわね。えその後ね、もうどんどん下っていくわけですけど、もうずっとお腹痛くてなんでこんなん商品化したっていうレベルで、あんなね、セットにしてクーポンにしちゃったら頼む人結構いるだろうに、もうこれはもうとんだ災難ですよねでもね、月に1回のご褒美がご褒美じゃなくなっちゃったっていう話なんですけれども、まあね、最近あったのは本当にそんぐらいかなめちゃくちゃ弱いエピソードだけど、こんぐらいしか本当になくて、
あと他本当に実況関係の話になっちゃうので、ちょっとね今エピソード不足なので、本当になんとか私の人生に花を添えたいなと思って、いろいろねなんか面白いことは探してんだけど、なかなかねやっぱりご時世的にきついなっていうのはありますよね。皆さんもそうだと思うんですけどね、ちょっと私もいろいろね考えてちょっとチャレンジしたりしていこうかなとは思っております。という感じでね、もう終わっちゃったな人と話すとね、なんかどうなのっていう深掘りとかできたりするんですけど、ちょっと一人で話す分にはそのぐらいで終わっちゃうな。もうというわけでね、トークテーマいってみましょうかね。初めてのトークテーマ、今回ね私が持ってきたのはやっぱりその実況者としてね、きっかけっていう話って結構、重要な話かなと思って、まずねそこを話していきたいかなと思いますので、今回のテーマはきっかけっていう感じですかね。で、何の話をしていくかっていうと、実況を始めたきっかけですね。これをちょっとお話ししていこうかなと思います。単刀直入に言うと、コロナっていうので外に出る趣味がねなくなってしまったというか、なかなかできなくなってしまったので、何か代わりになるものはないかなっていうことで始めたのが一番最初で、でもともとねフットサルをやってたんですよね。結構体を動かしたりして激しくスポーツするのが好きで、ボルダリングとか行ったりもしてたし、まあそういうね結構活動的な生活をしていたんですが、いきなりねコロナっていうもうすごい怖いウイルスだよね、こいつが流行りだしちゃったので、まあ外に行けなくなって、その仲間同士で集まるっていうのもできなくなっちゃったわけですよね。なので代わりになる家でできる趣味ってなんだろうっていうのをいろいろ考えたりして、やるからにはちょっと本気で頑張れるもの、ずっと長く続けていけるものをやりたいなっていうのがあって、そこでまあもともとねゲーム実況を見たりするのが好きだったので、ちょっと私のねそのコミュ力とかを上げるためにもね、いっぱい話すのはいいんじゃないかなっていうのを思いまして、実況を始めさせていただきました。こんな感じでね、ゲーム実況というのを始めたんですけれども、今はもうね1年半ぐらいかこのチャンネルを始めて、いやーもうだいぶね慣れてきたのもあるし、なんかねいろいろね一人で喋ったりする機会も増やしていったので、なかなかね最初の頃よりは本当に喋れるようになったなっていうのを実感してて、まあなんかそのなんだろうな、アテレコじゃないけどさ、そのキャラクターに合わせて何か喋ったりすることも多くなって、まあ、多くなってっていうかね、日常生活でそんなことする機会なかったから、台本読みみたいなねまあなんかそういうね
ちょっとした声優気分も味わってたり最近はしているわけですけれども、それが本当に今はもう楽しくてしょうがないですよね。なんか物語のキャラクターになったような感じでね、その人の気持ちになりきってゲームをするっていうのはなかなか一人でやってる時はなかったんですけど、そういうのをしだしてから、いや、なんて奥の深い世界なんだろうっていうのをかなり実感してるね。軽い気持ちでやっぱり最初はその実況っていうのを見始めて、あ、面白いなっていう感覚だったんですけど、自分でやり始めるとその言葉一つだにしても、どんな風に喋ろうかとか、あと自分の言葉癖とかっていうのも気にしたりして、そう、私のね、言葉癖がね、自分で聞いててもわかるんですけど、そう、何々にですけどっていうけどで止めるんだよね最後。これね、ちょっとね、自分でもラジオとか聞いてて、いやー、なんかまだまだだなって思ったりしてあとね、この聞き笑いもね、マイクを通すとね、なかなかそのリスナーの方には届きづらい笑い方だったり、あとね、なんだろうっていうのをめちゃくちゃ言うんだよねこれはね、もうね、間を埋めるために最初言い出したんだけど、普段そんなことあんまり言わなかったんだよね、昔は。昔っていうか、そのラジオとか、なんかその一人喋り始める前はね。ただもう間が怖くて、喋りにそのなんだろうっていうのを入れ始めたら、もうね、抜き方が分かんなくなっちゃって今本当にもうなんだろう言わないように頑張ってるんだけど、実況の編集とかしてるともう絶対に各動画5回以上は言ってるよね、多分。まあそれをね、なんとかね、まあ頑張って修正していけたら、もっとね、おしゃべりうまくなって、リスナーの皆さんにもね、聞きやすい実況とかになっていくんじゃないかなと思って、今はね、ちょっとずつ改善していければなと思って、活動しておりますまあきっかけっていう話なんだけど、現状報告にもなっちゃったね。ちょっと難しいねやっぱ一人でそういう話をしていくのむずいなっていうのも今ちょっと実感しながら喋ったりしています。はい、よかったらね、本当にもうどしどしラジオのゲストにね、お迎えしていけたらなと思っておりますので、これ聞いてるリスナーの皆さん出てもいいよという方、私に連絡ください、本当に本当に今、ラジオというものに対して飢えておりますので、私、何かネタをください、何でもいいや、テーマでもいいし、出たいですっていうのもいいし、出てやってもいいよっていうのもいいし、もう何でもいいので連絡ください。まあこのラジオで喋りかけてる時点であんまり届いてはないと思うんだけど、まあ見ていたらね、本当にお願いします。
かまってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいのでよかったら連絡ください。あとそうだ、そのね、その一人喋りっていうので思い出したんだけど、最近始めたことでもう一個あって、クロスワードパズルを始めまして、本当にね、その実況をやるにあたって語彙力って大事だなってめちゃくちゃ感じるようになって、でまあなんか言葉の引き出し増やすために何したらいいかなっていうのをずっと悩んでたんですけど、まあなんか自分でこの言葉なんだろうっていうのを調べたりする機会とか、あとなんか引き出しを、頭の中の引き出しをね、開ける機会を増やせばいいんじゃないかっていうのを単純に思いつきまして、でね、クロスワードパズルっていうのにやってみようかなっていうふうになりまして、始めたんですよ。これがね、結構ハマってるね今本当に。もうね、1週間ぐらい前に始めたんですけど、100問ぐらいやってんじゃねえかなっていうクロスワードパズルってね、まあ、簡単なのは10分ぐらいで終わっちゃったりするんですけど、ちょっと難しいのになるとね、30分ぐらい悩んだりしながら、ああでもないこうでもないっていうのをいろいろ当てはめながらね、文字を入れてったりして、でもわからないのがあったら調べたりしてね、でそれはどういう成り立ちなんだろうとか、もっと深くまで調べていったりするとまたね、自分の中の引き出しが増える感覚がね、今結構ね楽しくて、ずっと夢中でやってるね。もうまあね、ちょっとした移動時間だったりそういう時間をね利用してやったりしてるので、ずっと集中してやってるわけじゃないから、本当に身になってるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあそんな感じでね、楽しく今お勉強していたりっていうのもありますね、最近始めたこととしてね。うん、これがね形になったら本当にいいなっていう感じで今楽しみながらやっております。まあ、最近あったことというきっかけとかそういう話はもうこんぐらいかな。あんま絞り出しても出てこないわもう誰か引き出してくれマジで、私の少ない引き出しを。はい、というわけでね、こっからゲームの話をしていきましょうかね。最近やったゲームといたしましては、月風マデンがね動画配信をしてたんですけど、そこをライブ配信に変えて結構ね進めましたね。もう難易度凡人っていう普通クラスかな、もう普通レベルのモードを全クリっていうのかな、まあ1周目クリアって感じかな。でまあ何周も何周もしてどんどん強くなっていくっていうゲームなんですけど、その1周目をクリアいたしまして、まあ難しかったねあれ。まあ今過去形で言いましたけど、そのまだね今後難易度上げて何度かチャレンジしてっていうのはライブ配信でやっていこうと思っておりますので、まだまだ続いていくんですけれども、私の中でね、一つだけその月風までに関してね気がかりなのが、その最後っていうかボスを倒すところっていうのをライブ配信3回続けてやって、で4回目ライブ配信やろうかなっていう準備中の段階でラスボス倒しちゃったんだよね。でまあ
なんだ、配信ではなくて動画っていう形で上がってしまったと。まあなんかね、一貫性のないシリーズになってしまってそこがちょっとね気がかりで、まあどうせならね、ライブ配信にしたんならライブ配信で、次の難易度のボスとかはクリアできたらいいなと思って、今ね裏作業でちょっと練習したりなんだりしちゃったりしておりますので、興味のある方はねライブ配信ぜひ見に来ていただけると私のねモチベーションにもなりますので、よかったら応援してください。はい、そしてね、ハデス新シリーズですね。このゲームを始めましたね。まあ面白いねこのゲーム、その完成度がすごくて、なんだろうね、まだねシャープ3までしかやってないんですよね。まあシャープ3とシャープ4は同じ日に撮ったので、私の中ではシャープ4までやってる感じなんですけれども、まあまあ面白いこのゲームはね本当にローグライク初めてっていう人にもすごいおすすめできるかなっていう風に思ってて、あんまりね特殊なギミックが少ないというか、めちゃくちゃ覚えなくちゃいけないことが多いとかそういうことがなくて、直感的にプレイしていけるゲームなんじゃないかなっていうのを、今ねちょっとだけしかやってないんですけど、今の段階ではそういう風に感じてて、それがなかなかねこのゲームの完成度を上げている要因になってるんじゃないかなと私は思っております。まあさすがゲームオブザイヤーを獲得しただけはあるなという作品に仕上がっておりますね。なのでね、興味を持った方がいらっしゃいましたら、ぜひローグライクやったことないよっていう方でもね始めていただけると面白く楽しく最後まで死にながらやっていけるんじゃないかなと思いますので、よかったらねプレイしてみていただけると私も嬉しいですね。はい、そしてねマインクラフトやりましたね。ハンサムさんっていうねラクダの優しいボイスだね、うん、のシンガーソングライターだね。すごいね、歌書きとかめちゃくちゃ才能にあふれてるなって思う方がいらっしゃいまして、その方とねぜひ一緒に配信したいなっていうのがずっとあってね、今回マイクラを一緒にやっていただきましたね。一番最初はねスマブラを一緒にやっていただいたんですけど、まあ1対1で遊ぶっていうのは初めてかな。うん、いやすごいね気さくな方で、しかも本当にさっきも言いましたけど優しいんですよね声が。ああ楽しいマイクラになりましたねお酒を飲みながら、楽しくマイクラをいたしましたので、ちょっとハプニングもあったりしたんですけれども、アーカイブも残っていますので、よかったらね、見ていただけるとどんな感じだったのかなっていうのがわかると思いますので、よかったら見てみてください。はい、そしてね、スプラトゥーン2のライブ配信をね一人でやってみましたね。うん、これはね初めての試みだったので、結構もうテスト配信並みの心持ちで行ったんですよねそしたらねまあかなりの人数の方にね一緒に遊んでいただいて、でみんなね入ってきてくれる方がもう超強いんですよね。もうボッコボコにやられまして、それまで
36対14ぐらいでね、勝ちが多かったんですよ。36回勝って14回負けるぐらいの感じで、それがね、あのスプラトゥーン2の戦歴っていうのが、あの任天堂スイッチのアプリで見れるんですけど、過去50試合がね、で、まあ、36対14っていう感じで勝ち越してたんですよね。すごい。でもまあ、わあ、私まあまあ強いんだなっていう風に自負していまして、でまあね、まあこんだけやれるんだったら一人でね配信しても、まあまあまあ見てて飽きることはないんじゃないかなっていうので始めさせていただいたんですけれども、まあね、上のやつらがバケモンでもうねボッコボコにやられまくりまして、もう鼻はもう序盤で折れたんですけれども、その後もね殴られ続けまして、配信終わった時には20対30ぐらいで、もう本当に負け続けましたね。勝ちが20で負けが30ぐらいになってて、だから勝ち越してた分の貯金も減って、そのプラスで負け越したっていう感じだから、ものすごい負けたんだろうな。もう時間もね、かなり2時間半とかやって、何回やったんだろうな、ものすごい回数やったと思うから、まあほとんど負けたんだろうなっていう数字で落ち着きまして、でまあその日はね、昇進してもう眠りについたんですけれども、その後私一人でね練習しようって思ってスプラトゥーンをやったんですよ。そしたらもうね負け癖がついたのか、もうね野良で入っても全然勝てなくなっちゃって、36対14のあの私はどこへ行ったんだっていうぐらい勝てなくて、もうねかなりボッコボコに今されてる最中で、で勝ち方がね本当に分かんなくなっちゃってっていう感じなのでね、あの本当にお強い皆様、どうか私を助言アドバイスなどもう本当に募集中というか、もうお願いしたい感じでやっておりますのでもうね何でもいいのでね、そういうの教えていただけたらなと思って、ライブ配信これから修行の身としてね、謙虚に配信していきたいかなと思っておりますので、よかったらね、助けに来ていただけると嬉しいです。であとね、ちょっとした告知になっちゃうんですけれども、来週の木曜かな、に初めての方と、初めてっていうかね、ツイッターでは一緒に絡ましていただいてるんですけれども、ちくわばばさんっていうね、配信者実況者の方がいらっしゃいまして、その方とね、スプラトゥーン2一緒に遊んでいきたいかなと思っておりますので、よかったらね配信見に来ていただけたらなと、そしてね参加していただけたらなと思っておりますので、よかったら遊びに来てください。はい、そんな感じですかね、最近のゲーム事情は。はい、というわけで、本日はここら辺で閉店したいと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。なかなかね一人で喋るのも慣れてきたっちゃ慣れてきたんですけど、やっぱり誰かとお話ししたいなっていうのもあるので、本当に本当に切実に誰か来てください。
というわけで本日のお相手は私ジェイキーでした。また再来週お会いしましょう。おやすみなさい。